金城院は、東京都豊島区高田にある新言州豊山派の寺院である。三号は、新霊山。江戸三大不動、江戸五式不動の一つ、目白不動村を祀っていることで知られている。当寺院は、会期である、そう、栄順が本尊である聖観音菩薩を肝心して、観音堂を作ったのが始まりであるとされている。英順は1594年に没死しているのでそれ。 以前の天正年間の頃から1592年の創建ではないかと推定されている。当初は中野にある宝泉寺の末寺で蓮華山勤上院と称したが、後に五国寺の末寺になり、神霊山勤上院となった。江戸時代までは近隣の木の花咲くや姫舎の別当なども務めていたが、第二次世界大戦による戦災で、本堂や徳川光国の手によるものとされる木、 この花咲や姫の額などが消失。現在の本堂は1971年に再建されたものである。また、目白不動村は、もともとは当寺院のものではなく、1キロほど離れた関口小前町にあった新派手寺,寺という寺院にあったものであった。不動堂文京区関口、かつての新派手寺,寺付近。現在ではマンションになっている。この通りは、目白坂と呼ばれ。 古来より、練馬方面から江戸へ向かう、際の通り道として知られていた。新派瀬寺は、三五王、東方山とい新言州とよ山派の寺院であった。当寺院にあった、不動明王像は、唐から帰ってきた、工房大師画では、湯戸の山に行き修行を行っていた際に作られたと言われている像で、それが、武蔵区に関口に住む者の手に渡ったと言われているが、 その詳しい年代は分かっていない。その後、この寺院は、江戸時代に入り現那四年に、奈良、長谷寺の僧、周三によって中興された。周三は二大将軍、徳川秀忠の命令によって長谷寺の本尊と同じ十一面観論像を作り、本堂などを建立し、新長谷寺と命名した。官営年間に三大将軍、徳川家光により、 新派瀬寺の本尊である不動明王像に五色不動の一つとして目白不動の名を送り、以後この不動明王像は目白不動明王と呼ばれるようになったという。また、一帯の高台も目白台と呼ばれるようになった。その後、この寺院は五大将軍、徳川綱吉や継承院の家を受けて発展した。また、江戸市民に時を告げる時の金を備えていた。しかし、 新発瀬寺は、その後、第二次世界大戦による戦災で壊滅な被害を受け、1945年に廃寺となってしまった。本尊のメジロ不動は、近所院に移され、現在に至るまで近所院が、メジロ不動村として、信仰を得るようになっている。ABC 新編武蔵風土気候下高田村。ABCD 江戸名所図へ1927、PP。 608から609ありがとうございます。